アソポス川の流路。アソポス川はギリシャのボイオティアと北部アッティカを流れる川である。古代においては都市国家テーバイとプラタイア間の境界を形成した。プラタイアの戦いはアソポス川の岸で戦われた。パウサニアスによればアソポス川はどの川よりもイグザを高く成長させるという。水源はテーバイの南西にあるキサイロナス山の北側の斜面にあり。 スカラ・オロポー近くの南エビア湾に注ぐ。全長は 57km。流域面積は718平方キロメートルある。アソポス川は水源から下流に向かって次の土地を流れる。レフクトラ、アギオス・トーマス、オイノフィタ、シカミのスカラ・オロポー。現在、川の水質と流域の地下水及び土壌は工業排水のために発岩性の高い六角ロムで、 汚染されているパウサニアスは、原初の王北イロンに次いでアソポスなる王が現れ、それぞれ北イロンさんとアソポス側に、自らの名前を与えたとか、プラタイアの地は、家臣アソポスの娘プラタイアにちなんで名付けられたとする、プラタイア人の伝承を引用している。パウサニアスは奇妙なことに、この名を冠したプラタイアは、家臣、アソポスではなく、 アソポス王の娘だと考えているとコメントしている。アソポス側のシリオエロエ側は、ヘロドトスとパウサニアスによって、家臣アソポスの娘と呼ばれた。パウサニアスは、ボイオーティアの都市、テスピアイは、アソポスの娘テスペア、または、アテナイからその地にやってきたエレクテウスの子孫である、テスピオスから名付けられたと述べている。このテスピオスはそれ以外では、私たちに知られていない。 ゼウスの双子の息子アンピオンとゼトスを産んだアンティオペはしばしばアソポスの娘とされる彼女の息子たちはテーバイの王となったピンダロスによるとアヤコスの母アイギナとゼトスと結婚したテーベは双子の姉妹でありアソポスの末の娘であるまた数多くの神話的な女性がアソポスの娘とされているがコリントスのプリウス地方を流れる同盟のアソポス 側との混乱が見られる。シケリアのディオドロスは、アソポスの娘の名前を13人挙げているが、アソポスが居住したのは、プリウス地方のアソポス側であったとしている。最後にスタティウスの、テバイドは、アラルコメない、イトネ、ミデア、アルネ、アウリス、グライア、プラタイア、プレトン、アンテドンの兵を率いた、死すべき運命にあるアソポスの息子、ヒプセウスについて語っている。 このヒップセウスは、テーバイゼメの七章の一人カパネウスに殺された、環境運動会リン・ブロコビッチ。2007年撮影。1967年から1974年のギリシャ軍事政権下でアソボス川下流域のオイノフィダは、工場地帯として開発され、一部の企業がアティカを離れて工場を建設した。さらに開発を促進するため、 工業排水を未処理のまま川に投棄することを許可する法令が1969年に発行され2010年まで廃止されなかったその結果ほとんどの企業が工業排水をろ過することなく川に流したために川の水質をはじめ周辺の地下水や土壌は長年にわたって深刻な汚染にさらされた汚染問題は以前から指摘されていたが2007年に アテネ大学の調査によって、地下水から発がん性物質の六角ロムをはじめ、コバルト、ニッケル、マグネシウム、ヒ素などが検出されたことで、ギリシャ国内でも注目されるようになった。またアメリカ合衆国の環境運動家、エリン・ブルコビッチがこの問題を取り上げて、国際的な単眼を開始したことで広く知られることになった。2009年1月、 ギリシャ出身の欧州委員会環境担当委員のスタブロスダイマスは母国を批判し、欧州緑の党の代表モニカフラス総には、ギリシャの水質保護に対する違反を指摘、アソポス側の汚染問題を欧州の問題と捉える発言をした。さらに4月15日にはブロコビッチが欧州議会で演説した。汚染状況については、アソポス側の六角ロムの濃度が法で定められた。 基準値の100倍を超えていることや、老いのふたでのがんによる死亡率が1989年以来6%から32%に増加しているという調査結果が明らかにされたほか、農作物についても調査が進められ、その危険性が指摘されている。2011年7月8日、国際人権連盟は、汚染が地域住民の健康に与える影響を、 欧州評議会の社会権委員会に訴えた。しかし今なお状況の改善に至っていない。ありがとうございます。